って高いぞって言ってた。
本日まで継続してくださり、多くのご支援をいただいたからこそだと思っております。第1回から特別講座者としてご支援をいただいている山崎ビスケットの株式会社様をはじめ、多くのご支援をいただいた協賛会社様、これまで大会に参加いただいた選手、クラブ関係者の皆様、そしていつも熱い応援をくださるファン、サポーターの皆様、今日まで本大会を支えてくださった全ての皆様に、J リーグ一同、心より御礼申し上げます。30回の歴史の中で、数々の記憶に残る名勝、そして多くのスター選手が生まれました。この先も本大会が日本サッカー発展の礎となり、多くのファン、サポーターの皆様に愛され続ける大会になりますよう尽力をしてまいります。引き続き熱い応援をよろしくお願い申し上げます。続きまして、国歌の唱です。皆様、ご起立をいただきますようお願いいたします。独唱、木村カエラさんです。
J3 リーグに来たんですよ。テクノジャパンの皆さん、工藤雅子選手が昨日10月21日にお亡くなりになりました。個人は両サッカー界における功績を立てたとともにご冥福をお祈りし、哀悼の意を込め黙祷を行いたいと思います。皆様ご起立ください。黙祷。皆様お亡くなりください。